積極的にやっていきますからね。そうですね。ファーサイドヘディングシュート、いいボールですね。追加点、非常にね、いいボールでしたね。追加点を挙げたのはキャプテンマークをつけた中村。タタラも強いんですけれども、そうですね、まあ、ただもう中村こう体半分はね、もう前に出てましたからね。桜田から再びシュートもできるか、草津左サイドからシュート、やはりもう少しスピードアップした攻撃が、そうですね、攻撃もありますけど、プレスのところですよね、はい。まあ、今シーズン高田さん、ホームでの勝利というのがね、2勝6分け7敗わずか2勝にとどまっているという草津、まあ、裏に抜ければチャンスなんですが。そして11番のキム、中村ヘディングシュートだ。ミクリアからその後ろから前を向いてチャンスになるシュート。いい試合がスピーディーにこの時間になってきました。キム、林のシュート、もう一度林、フラッグが上がりました。加わりたいっていうのはあると思うんだよね。そうですね。さあ熊林のロングスロー、キムに合わせてそのシュート、クロスバー、林のチャンスは2つです。馬林曲げてきて飛び込んでいきましたが、2枚で対応しますが、さあ小林左の深い位置でキープ。中には選手がもう入ってきている。林からスペースで松下ミドルがある。林が中に入れてファーサイド折り返せるか。最初のチャンスになるか、草津落として、左からグランダーの、はい、まあ、坂田はスピードがあります。西田は、まあ、スペースに入っていく、まあ、汗をかける選手でもある。林がかわしてバサイド、松下選手、上林前を向く、遠藤だ、左にこぼれているシュート、最後は声をかけて選手を鼓舞しました。リンコンかわすシュート、ヘディング9482人。まあ本当にこの高谷さん、熱心なサポーター多いんですね。そうですね、松本を挙げて、まあ、周りの市もそう。2本目のコーナー、そうですね、草津のコーナーキックになったんで、それまち監督やめました、ね、はい、飛び込んだ。そしてその松田直樹が最も可愛がっていたというのが、今日のボランチで出場している小松です。ここは草津のチャンスになって、林のシュートっていう形にはなったと思うんですけどね。センターバックの中村、186センチも上がっているエリアの中に入ってきている。フリーだ、シュート、かなりねボール動かされて体力の消耗もあると思うんでね、きついとは思うんですけどもね。さあボールを奪った草津、途中から入った林、左に流してクロスが入る、キムソンヨン、7番途中から入った林のボール、ゴールから離れていくボールです。反撃の1点を挙げられるか、ゴール中央へこぼれているが、あーっと少しここはいません。桜田なんとかパスをつないでいきます。ザスパ、林、ここに熊林です。そして穂崎、熊林、小林が前で動き出しを作ろうとしています。その裏、林スルーパス合わない、リコン同点ゴール、1対1、取られたらすぐ取り返 す、 いいす、ね、リンコン今シーズン3ゴール目が生まれまして、1対1、ザスパクサツ追いつきました。前半の30分というところです。そのプレー、ここで熊林が一つボールを持つことで、そうですね、少し落ち着かせられました。
林からのラストパス、落ち着いてリンコン流し込みました。別の角度からご覧いただきます。リンコンのゴール決まって、まだあるか、もう一度リンコンの元に戻ってくる。ミクリアのシュート、キムがあチャンスになるか。ヘベルチ、林から、さあ林だ、右足のシュートだ。つなげればチャンスですけどね。セカンドボール拾ったのは後藤だ。小柳ファーサイドフリーだー。のボール、キムがここはいい落とした。林バイタルエリアに入ってくる、縦に行く、オフサイドヘベルチ。しかしここはボールを奪われる。一番こう判断もう少しねはっきりさせた方がいいですね。しっかりこうボールをキープして、林からのスルーパス、後ろの選手の押し上げを、これはありますけれどもね。ここですよね、リンコンが、うん、おー、あーいいボールだ。スルーパス、左足シュート。活躍した選手といってもいいでしょうね。そうですね、まあ、プレー面もそう。あ、ちょっと草津がチャンスを迎えています。林がドリブルで仕掛けるシュート。オールサイドには精度の高いキックを持っている林です。ここは長身の柳川、183センチ、それから有園、2センターバックも上がっている。ニアに走ったのは後藤、ヘディングシュート。草津先制、セットプレーから。ゴール前混戦、ファインゴールは有園です。もう一度ご覧いただきま す, そうです、ね、これ完全にフリーで入ってます ね, そうですね。有園の奥には柳川の姿も見られましたが、ドンピシャヘッド、完全にもう入っている。蹴るのは林、ファーサイドヘディングシュート、戸田が決めました。今菅野さん狙い通りだったですかね。もう林としたらもうスピードといい、はい、コースといいますか、狙える場所といい、戸田もね、これしっかり捉えましたよ、はい、体残しながらね、はい、これね、かなりスピードもあります。草津決定的なチャンス、はい、しかし FC 岐阜のゴールキーパー川波ファインセーブ、まあ、バーにも阻まれましたが、立ち上がりここまで菅野さん、はい、草津の、あ、また出ますね。そうですね、はい、ここは小林翔太エリアに入り込んで、中には3人待っているか、リンコン、ここは決まりました。リンコンが待っていました。いやー、リンコンに移籍後初ゴールが生まれました。もうずっと、まあ、狙いとしてたところですね。そうですね、ここも左サイド完全にスペース空けてるんですよね、はい、ただここ落ち着いてリンコンが、はい、そうですね、そして最後その小林からのパスをダイレクトで林でした。林リンコン、小林翔太かわしていく、小林翔太柔らかいボールでファーサイドへ、ここはマークミニがクリア、距離がない、さあボレーだ、ダイレクトの駆け引き、これあれですからね、 0-0 ですからね、拮抗した試合で誰を狙う、シュート決まった、決めたのはバンダイ、今シーズン5ゴール目でついにゲームが動きます。ラスバクサツ先生、クロスの質が良くてですね、で、はい、いいタイミングでやっぱりスペース見つけるのうまいですよね、ここね、ここで、うわ、体勢を崩しながら、はい、最後ヘディングを